なるほど。ここは危険な場所のようですね。無数の気配、敵意を感じます。しかし町の規模からすると人の姿が少なすぎる。一体どのような場所なのでしょうか。どのような、ねえ、強いて言えば戦闘をさせるための場所かな。戦闘させること自体が目的なのですか。ということは訓練場のような場所でしょうか。訓練ね、確かにそうとも言える。この世界に来る者は強くなりたいと思っていることが多いからね。強くなりたい、なるほど。ではここには訓練の相手となる敵が出るのですね。ああもちろん、いろいろな種類のモンスターが存在する。敵には様々な種族や形態があり、それに合わせて戦う必要があるんだよ。それは随分と作り込まれた訓練場ですね。よろしければもう少し教えていただいてもよろしいですか。というふうに死者の霊や肉体が襲ってくることもある。そういった敵が出るのは夜の方が多い傾向にあるけどね。なるほど、勉強になります。しかしあなたはこの世界にかなり詳しいのですね。そのような方と知り合えて本当によかった。詳しいのは当然だよ。僕はかつてとある世界を支配していた人間だからね。世界を支配ですか。ああ、こことは少し違う世界だが、僕はかつて妖精王オベイロンと呼ばれていた男だ。おお、世界の最上位者であったと。にわかには信じがたいですが。あの頃の僕であればこんな風に世界に閉じ込められることもなかったのだが、残念ながらその力は失ってしまった。この世の仕組みを分かっていない愚か者によって。そうだったのですか。だからかつて王だった時のような全能の技は持ち合わせていない。あるのは知識だけさ。そうなのですね。さぞ苦労なされたことでしょう。ですが私にとってはこれはまさに行幸です。行幸？ほう、それはそれは。このような未知の世界に送り込まれ、仲間の姿もない。正直私は心細く思っていました。ですがこうした世界を熟知しているあなたがいるのならば、これほど心強いことはない。私はこの世界については何も知らぬ未熟者。迷惑をかけると思いますが、どうか指南していただきたい。いいだろう、知りたいことは何でも教えてあげるよ。たっぷりとね。ありがとうございます、オベイロン殿。その世界で僕は王妃と共に穏やかに暮らしていたんだ。彼女とは幼い頃から共に育った仲でね。なるほど、幼なじみという関係ですね。そうだが、その安寧な日々も長くなかったんだ。彼女、王妃ティターニアは愚か者の手によって僕の手の届かぬところへ行ってしまった。なんと、もしかして亡くなられたのですか。心中お察しいたします、オベイロン殿。そうしてその反逆者によって僕は王の座を追われた。彼は身動きの取れぬ私を思うがままにいたぶり、そしてさぞ辛かったでしょう。無理に話さずとも良いのですよ。ご好意、感謝しよう、アリス君。何者かが来たようですね。人の声とは思えませんが。まったく無粋な奴らだ。せっかく君との会話を楽しもうと思っていたのに。下がっていてください、オベイロン殿。
共に戦いましょう。王に仕える栄誉を与えよう。いました。せやせたとやったまいせたそこたかくお前の相手は私です。試してみましょう。いました。いいものを拾いました。いました。持ち帰ってみましょう。お仕置きだよ。いいものを拾おう。お前の相手は私です。が熟したようです。難敵のようですね。はっ、息バーストエレメント。お前の相手は私です。回復しなければ。そこ。戦闘終了です。いいものを拾いました。装備を拾いました。
何かの仕掛けがありそうですね。シュッ。任務完了。先に進みましょう。いいですね。いました。持ち帰ってみましょう。何？甘い。トが熟したようだけ羽立つバーストエレメント。遅い。お前の相手は遅か。パンツは送り物だよ。いい戦いでした。戦力が強化できそうですね。お疲れ様、アリス君。さすがだね。いえ、これもあなたの術式のおかげです。あのような強力な術式を使えるとは、さすが世界の王だった方ですね。なに、この程度は序の口だよ。僕にはもっと素晴らしい。なんだ敵隠れていたのか。オベイロン殿、この欲も、これで最後か。大丈夫ですか、オベイロン殿。痛い。背中が、死ぬ、死んでしまう。背中。大丈夫です、オベイロン殿。傷はごく浅いものです。そうなの？はい、その程度ならば命に別状はないでしょう。そうか。いや、
僕としたことが取り乱してしまったよ。いきなり背後から襲われたものだからね。どうやら敵は片付いたみたいだね。さあ、さっきの話の続きをしようか。そうですね。どこまで話したかな。確か僕が王だった話はしたよね。はい、かつてその地位にあったと。ではアリス君、今度は君の話も聞いていいかな。理解を深めるためにはまずお互いを知り合わないといけないだろう。それは道理ですね。それではまず私がいた世界から。なるほど、聖剛騎士か。ええ、人界を守るために作られた存在です。記憶を書き換えられて。ふん、それはさぞかし辛い思いをしたことだろうね。はい、大切だったはずの存在を今はもう思い出すこともできない。だが僕にはわかる気がするよ。そのアドミニストレーターという最高司祭の気持ちも。彼女の行いを肯定するというのですか。僕にはかつて最愛の王妃がいた。幼い頃から結ばれるという約束を交わしていた相手がね。だがさっきも話した愚か者によって彼女は僕の手の届かぬ存在となってしまった。だから僕にも聖剛騎士のような心強い存在がいたら、そう思えてならないよ。実際そうした存在を作るための研究もある程度は進めていたのだがね。もう少し時間があれば。それは相手の意思も確認せず記憶を書き換えると、そうした研究ということですか。そんなことは許されない。まさかあなたのような方が。許されない？どうしてだ。あの世界は僕の妖精王オベイロンのものだったのに。あの研究さえ完成していればスイッチ一つで全ての人間の感情や記憶をコントロールできたはずなんだ。どうせこの世にはろくでもない考えを持つ人間しかいない。だったら僕のように優秀な人間に従うことこそ幸福だろう。オベイロン殿。あの黒ずくめの小僧もそうだ。あの反逆者さえいなければ彼女を我が支柱に。あ、我ながら情けない。どうやら私は人を見る目がなかったようですね。いや今のは違うんだ。民の意思を無視して感情や記憶を書き換えるなど、たとえ神であっても許されることではない。己の優秀さにおごり自らに服従することこそ幸せなどと豪語するとは。おい、なぜ剣なんか抜くんだ。しまってくれよ、危ないだろう。これは到底許すことはできない。だから違うんだ、今のは口が滑って。おい、やめろ。先ほど敵に襲われた時にも感じましたが、あなたは勇者でもなければ王の器でもない、ただの傲慢な男だ。何を。ここでその首をはねても良いのですが、この不思議な世界にいる間はやめておきましょう。それはそうだよ、ピンチなんだからみんなで助け合わないと。ねえアリス君、さっきのことは忘れて助け合おう。お前などと慣れ合うつもりはない。気安く私の名を呼ぶな。はい。お前のようなものと一緒には進みたくありません。この先は私一人で行きます。おいアリス君、こんなところに僕一人残していくなんて冗談だよね。私は冗談を好みません。そんな。仮にもかつて王だったのでしょう。ならば一人でも生き残れるはずです。だからさ、協力が必要じゃないかね。力になるから。おい、本当に行くことはないじゃないか。待ってくれよアリス君。まったく
これで王を名乗っていたというのですから呆れたものです。王とは民を率い、民の模範となる存在。そのような王や上官には言われずともみんな従います。かつての私が騎士長閣下に従っていたように。分かってるさ、これから改めるよ。だからこんなところに一人にしないでくれ。君も騎士なんだろ。危険な場所に一人残していくなんて騎士らしくないじゃないか。そうですね。ここで見捨てて魔物の餌食にするのも目覚めが悪い。これから改めるという言葉、誓って嘘はありませんね。もちろんだとも。さあ早くここを離れようじゃないか。わかりました。それではついてきなさい、オベイロン。